のみは、日本海軍の解剖艦で、ミクラ型解剖艦の4番艦。丸ル級計画の解剖艦校、第3 1 5号艦型の17番艦、仮称艦名第326号艦として計画。1942年2月14日、解剖艦オツの基本計画が決定したため、それに従って建造されることとなった。1943年8月10日、 北地造船株式会社桜島造船所で寄港。12月3日、浸水。22日、のみと命名される。本席を横須賀鎮守府と仮定し、三倉型解剖官の4番官に定められる。1944年2月28日、のみは竣工した。本席を横須賀鎮守府に、駅務を横須賀鎮守府警備解剖官にそれぞれ定められる。 同日付で、のみは、クレチンジュフレイカのクレ防備戦隊に編入され、基礎実力連成教育に従事。1944年3月15日、のみは後防備戦隊から除かれる。同日付で、海上護衛装司令ブレイカの第二海上護衛隊に、編入された。3月16日、足摺り沖合で来撃され、爆雷攻撃を行う。その後、のは、 松輸送に投入された。22日、第1護衛船団司令官、伊集院松次少将の指揮した野宮平戸などは、東松3号船団を護衛して、東京湾立山沖合を出発する。野宮は、パラオ行き船団の護衛に割り当てられ、28日に、船団が分割されてからはパラオへ向かったが、三十日に、発生したパラオ大空襲のためパンに退避した。 その後出港し直して4月中旬、パラオキ。4月下旬、東京湾に戻った。4月28日、第5護衛船団司令官吉富節三少将が、率いる東松7号船団を護衛して、東京湾を出発する。5月6日、東松7号船団は、サイパンに到着した。5月7日から8日にかけて、船団を護衛し、サイパンとグアムを往復。 9日から11日にかけて、東松6号船団を護衛。14日から15日にかけて、グアム沖で、大戦相当に10時。16日から20日にかけて、船団を護衛し、グアムとサイパンを往復。20日、4520号船団を護衛して、横須賀へ向けサイパン発。26日、横須賀に帰島。6月3日、第3護衛船団司令官。 門前家内少将が指揮する3606戦団をのみ、沖らと護衛して、東京湾立山沖を出発する。6日に横浜沖を出発、小笠原諸島父島沖を航行中の9日朝に、松風がアメリカ潜水艦、ソードフィッシュの来撃で合沈、門前少将も戦死した。第3606戦団部隊はサイパン行きを中止し、 同日、父島に入港した。のみは、東京へ引き返し、14日、美保丸船団を護衛して、東京発。17日、軍体区分母直接護衛部隊編入を説かれ、後直接護衛部隊に編入。6月23日、のみは、横須賀陳述作戦式を説かれ、横須賀会場を護衛部隊より除かれる。同23日付で、大港警備不作戦式か。 軍隊区分会場模衛部隊に編入される。宗谷防備部隊に所属。27日、のみは、青森県大港に到着した。28日、第15号区選定ともに、宗谷防備部隊に編入される。6月30日、北海道北端は、家内に到着する。以後、のみは、北東方面艦隊に協力し、樺拭と千島列島。 北海道方面での船団護衛、紹介、救難に従事した。なお、のみが所属していた第二海上護衛隊は、サイパン島に司令部があったためサイパン島地上船で、玉砕し、7月18日付で、解体された。1944年7月2日、のみわき203船団を護衛して、稚内を出発した。5日、ウルップ陶器。6日、 引き続き同復興船団を護衛して、ウルップ島発。8日、稚内に帰着。同日、大港へ開港し、翌9日に到着。16日、のみは大発を栄光して、大港発。17日、稚内機。7月18日、第2海上護衛隊は解体される。これに伴い、横須賀守述在籍の解剖官福江、天草、 のみの三隻のうち、のみと福江は大港警備府の警備解剖官に定められる。翌19日、福江もそうや防備部隊の指揮下に入る。のみと福江は、当時の大港警備府に二隻だけ配備された、解剖官として、千島列島での船団護衛任務に従事した。20日、気百に船団を護衛して、稚内発。25日、同船団を護衛して、稚内に帰着。 その後大止まりへ開港。24日、軍隊区分大港警備府会場護衛部隊に配置。27日午後、第1水雷戦隊機関の第7駆逐隊は、戦団護衛中に敵潜水艦発見を報告した。のみは、急遽大止まりを出動し、対戦相当を行う。しばらくして、5人と判定され、警戒態勢は解除された。 また第七駆逐隊が護衛していた、李三丸が、機関故障を起こして単独で、小樽に引き返すことになり、ノミは、塩から李三丸護衛を引き継ぐ手はずであった。高速の駆逐艦にとって、低速の輸送船護衛はやりにくい任務であった。7月29日、ノミは、カラフトのオハ油田を目指すオハぎ船団を護衛して、大止まりを出撃した。8月1日、オハを出港した。 海軍配当船白栄丸は、のみ船団と交流予定だったが、同船は農務により来た知床岬付近で座礁した。宗や防備隊からは、解剖艦福衛が派遣される。飲みは、船団護衛を続行し、一旦輪っか内に開港した。5日夜、飲みは、海軍徴用船ラス丸と、同金津丸を護衛して遭難現場へ向かう。飲み艦長は、 白栄丸救難の指揮官に指定された。10日、柏坂栄丸から、金津丸への重油移り始めが終了。13日、前日深夜に敵潜水艦を探知したためのみは、対戦相当を行い、救難部隊は一旦退避した。作業再開後の14日、柏坂栄丸の船体切断後に後部のみ不要した。これを派遣された栄船二隻に栄光させ、 吉尾湾まで、護衛、17日に、吉尾湾で、柏栄丸を、第52総会隊に引き渡した。飲みは補給のため大泊りへ移動した。21日、おハへ向かった、金津丸を護衛するため、大泊り発。23日、おハ沖に到着し、金津丸を護衛しなんか。27日より、飲みと福衛は、宗や防備部隊直卒部隊より除かれる。 のみと福江は、北東方面艦隊に協力し、北方輸送に従事した。千島方面輸送を担当する千島方面根拠地帯には、第一駆逐隊や解剖艦2隻等が所属していた。9月5日、ノミと駆逐艦波風は、木500の船団を護衛して、小樽発。8日夜、両艦波風は、アメリカ潜水艦シールに来撃され、船体を切断されて、 航行不能になった。のみは、波風の周囲を警戒し対戦制圧を行う。大港警備府は、波風救援に駆逐艦の風などを、機505戦団護衛に、解剖勧告号、それぞれ派遣した。だが、この間、機505戦団は、無防備になっていた。その後、波風は、駆逐艦神風に栄光され、駆逐艦の風や解剖艦八条及び、 福江島に護衛され、小樽に帰島した。翌9月9日朝、シールは木505船団を襲撃し、ひかみなりした湘南丸は沈没した。10日朝、のみは湘南丸遭難現場を通過したが、生存者を発見できなかった。護衛の亡くなった木505船団4隻は、カラフトシスカに退避していたので、のみとくなしりは同地に移動する。のみは、 大発動艇で脱出していた湘南丸生存者を収容した。15日、のみとくなしりは引き続き機500も船団を護衛して、シスカ発。22日、バラムシル島、片岡湾儀。24日、大403船団を護衛して、片岡湾発。くなしりとのみには、便乗者18名及び捕虜4名と警戒員5名が、分乗した。同方面には、 アメリカ潜水艦 C11 分が行動しており、すでに輸送船理3丸を撃沈していた。26日朝、国知里とのみが護衛していた O403 船団は、北緯47度7部統計151度35分、北47.117度統計151.583度、47.117、151.583地点において濃むにより分散してしまった。 のみは、行方不明になった船団の捜索を行う。同26日深夜から27日未明、のみは、エトロフ島北方北緯45度44分、統計百148度41分、北45.733度百四148.683度、45.733、十4 8 6 8 3地点で、敵潜水艦と交戦、戦死者7名、 重軽傷16名を出した。多数の被弾により、応急修理の上で、大港に開港されることになった。29日、小樽き10月1日、大港へ開港のため小樽発2日、大港木。同日より、大港で修理を行った。1944年10月21日、のみは大港警備部,部隊より除かれ。 そうや防備部隊からの作戦式を説かれた。同21日付で第一海上護衛隊作戦指揮下に編入される。のみは内地シンガポール間の護衛任務に従事することとなった。22日、文字へ開港のため、のみは大港を出発する。24日、文字期日79戦団を護衛することになった。 第5護衛戦団司令官吉富説三少将が指揮する非79戦団部隊は26日に文字を出発する。立ち寄った台湾高尾で解剖艦万寿とタンカー2隻が加入する。代わりにメル、ボル、マルと3隻が分離した。11月9日、非79戦団部隊はシンガポールに到着した。のみがシンガポールへ向け航行中の十一月一日。 本艦は第一海上護衛隊に編入されていた。シンガポール滞在中の11月15日、第101戦隊が新編され、カシーは同戦隊の機関となった。だが、渋谷司令官はカシーに着任できず、引き続き第5護衛戦団司令官がカシーより復興の日80戦団を指揮する。11月17日、日80戦団部隊はシンガポールを出港した。 三弱行の第17号解剖艦が分離した後、同地より第23号解剖艦と第51号解剖艦が合流する。また台湾行の三隻を分離した後、非80戦乱部隊は、被害なく12月4日佐世保に到着した。12月4日から11日まで佐世保海軍交渉で整備、自差修正等を行う。整備中の10日、 1> 第1海上護衛隊は第1護衛艦隊に改編された。12日、モ二28戦団部隊は佐世保を出発した。22日、モ二28戦団部隊は台湾高尾に到着した。25日、非85戦団部隊が高尾に到着し、両戦団の再編が行われた。26日0900、三38戦団部隊は高尾を出撃した。 29日1700、多摩三38戦団部隊は、ルソン島サンフェルナンドに到着した。30日の対空戦闘で、青早ままると、第20号解剖艦が沈没したが、揚陸は概ね成功した。1945年1月1日午前8時、また 38A 戦団を護衛していた、解剖艦艦樹と息名を加え、また40戦団部隊は、 高尾に向けサンフェルナンドを出発した。3日、早朝、高尾郊外に到着した。ここで、米軍機動部隊の空襲を受け、新州丸が沈没、吉び津山丸が大破、日向丸も、小破、解剖艦にも、損傷艦が出た。4日、のみはたも35戦団と合同のため高尾発、同戦団を、南、沖島まで護衛し、7日高尾に帰着した。日、 三宅とのみは日87戦団に加入して、シンガポールに向かうことになった。高尾出発時の日87戦団部隊は、護衛隊と特務監視員含め輸送船6隻となっていた。13日午後、先87戦団部隊は、香港に到着した。香港在泊中の15日と16日、米軍機動部隊艦上機の空襲で日87、 戦団部隊は大打撃を受け、新等の沈没や格座により建材のタンカーはさら、枠丸一石となった。護衛隊も次々に損傷し、のみでは、後部降格砲が破損、戦死者7名であった。17日、非87戦団戦言部隊として、香港発。22日、三弱期。28日、非88バイト戦団を護衛して、三弱発。 29日、パンフォンワンに入港。30日、パンフォンワンを発し大戦相当を行ったが、31日に輸送船が2隻とも撃沈された。のみは、単艦で、サイゴンへ開港。2月3日、サイゴン期。1945年2月4日、船団を護衛し、サイゴンを発、5日、第1護衛艦隊霊下の第1解剖隊に、編入される。6日、 シンガポール機11日、日88回船団を護衛して、シンガポール発。途中、昨日湾とツーランを経由し、船団は、飲みの修理のため24日に、香港に寄港する。26日、飲みの修理が終わり船団は、香港発。3月8日、文字き。同日クレへ開港し、暮れ海軍交渉で、兵器乾燥を含む修理と整備を行った。 1> 第1解剖隊戦時日誌の記述では、クレデの修理中に94式爆雷投射機を撤去して3式爆雷投射機とし、水中単身技を、過小3式水中単身技改め2に、乾装、さらに1号電波単身技3型改め1を装備、したとある。クレデ修理中の3月20日に第1解剖隊司令解剖官に指定され、解剖隊司令、 池田明大佐が上官した。4月2日、修理が終わり出居8日まで整備と試運転を行い、9日文字へ開放された。11日、護衛隊は、もし例に戦団を護衛して、文字を出発した。13日午後、もし例に戦団部隊は、チェジュ島、ヒヨ島の白地に到着し、護衛3隻は交代で紹介することになった。14日、未明。 白地に侵入してきたアメリカ潜水艦ティランテの魚雷攻撃により、スヤママルが大爆発を起こして沈没した。ノミはティランテを追跡したが、ティランテが発射した魚雷2本のうち1本がノミの,の環境直下に命中した。ノミはその衝撃で弾薬庫が誘爆、艦隊を両断されゴ沈した。第一解剖隊司令池田衛大佐 解剖艦長の矢野玄三郎詳細課約130名、あまりの乗組員が戦死した。なお追跡してきた第31号解剖艦に対し、ティランテは最後の魚雷を発射した。命中した魚雷は不発であったが、衝撃で第31号解剖艦の爆雷が誘爆、同艦は転覆して沈没した。唯一生き残った三宅は、応援の解剖艦、アグニア、 第39号解剖官と共に、対戦相当を行うが、ティランテを補足できなかった。5月25日、のみは、第1解剖隊と、ミクラ型解剖官から削除され、帝国解剖官席から除かれた。矢野玄三郎少佐、1944年1月10日から1944年2月28日、矢野玄三郎少佐。 1944年2月28日から1945年4月14日、戦死、同日付け人海軍中佐。ありがとうございます。